日本宮崎県日向市、平岩平岩は、宮崎県日向市中部の地域である。現行行政地名は大和平岩。大和区域内の地区名としては、平岩、笹野東、笹野中、笹野西、金ヶ浜、もみぎ、うげ、あけぼの、あきとめ、本部、ミサがある。郵便番号は883-0022。市の中部にあり、北は、在校寺としおみ。 南は、幸い岩木、西は、東郷町に接し、東は、日向灘に臨み、海岸は、日方海外国定公園に属している。山地が大部分を占め、山が海に迫り、平地は少ない。東部を日方本線と、国道10号が南北に縦断する。東側中部の海岸には、サーフィンに公的地の、金ヶ浜海水浴場がある。江戸期は、日向国薄木群のうちで、 はじめの岡藩領半であった。1692年からは、天領となり西国筋軍隊支配地。慶応4年を売る4月25日、福岡県を経て、同年8月17日日田県に所属し、明治4年日向国内の日田県管轄家と、文庫国内の延岡藩領半との交換により、延岡藩に属する。同年延岡県、耳津県を経て、1873年、 宮崎県、1876年鹿児島県、1883年からは宮崎県に所属する。1884年からは東臼杵郡に属する。1877年の西南戦争では主戦場となり、笹野智美紀を中心に政府軍と西郷軍が攻防戦を展開した。1889年、岩秋村の大技となり、 1951年から、ひなた市の大技となる。ひなた市立、平岩小中学校、平岩農村公園と、ひなた灘。ありがとうございます。